前回の動画ではこの動きができればルービックキューブが揃うというところを明確にしました。今回の動画ではじゃあ具体的にそんなピンポイントな動きをどうやって実現するのというところに焦点を当てて、実際にその動かし方を考えていきたいと思います。まずはですね、ルービックキューブの最初の観測として、ある面に対してその反対の面を回すこと、これでは全く意味がありませんよね。お互いの回転によって動く場所というのが全く干渉しないので、これではどう回したところでキューブを入れ替えることはできません。ということは、必ずある面に対してそれと隣り合う面、これを何らか回す必要があるわけですけど、キューブ全体を回して考えてしまえば、ある面に対してその隣を回すというのは正直どこの面でも良いので、今回は右の面、これを仮にライトの頭文字を取って R 面と呼ぶことにします。もう一つ、それと上の面、これをアップの頭文字を取って U 面と呼ぶことにします。同時に回転の記法についても定義しておこうと思うんですけど、どの面でも時計回りに回す場合はその面の文字をそのまま使えます。つまりこの場合は R と呼ぶことにします。一方で反時計回り、この場合は文字の上に点をつけて R プライムと呼ぶことにします。 U の面も同様で、この動きは U と呼ぶことにします。一方で反時計回りは U プライムと呼ぶことにします。面の色は本質的に関係なくて、今持っている状態から正面がどこで右が上がどこでというような形で話を進めます。つまりこのように持っていれば、これが R で先ほどと変わりはありませんが、 U はこっちになります。いきなり3点のみを交換するというようなことはさすがに難しいので、まずはですね、3点でなくてもいいので比較的シンプルでできるだけキューブを崩さない動き、これを考えてみようと思います。どう考えたとしてもキューブが崩れていく原因というのは、ある動きともう一つの動き、これの干渉部分、ここに原因があるということは誰でも直感的にわかると思うんですけれども、最初の状態で R を回した時、 U を回した時、これの干渉部分、この3つですね、ここだけが崩れるわけではないというのも、またこれも直感的にわかることだと思います。なぜなら R や U、 何かしらの動きをすることによって初期状態で干渉部分にいたものというのが入れ替わってしまうからですね。つまりこの干渉部分に来るキューブ、サブキューブですね、これを最小限に抑えてやることが最大限キューブを崩さないということにつながりそうだという発想になります。たくさんの面を動かせばその分干渉部分というのは当然増えてくるので、まずはですね、この R と U、 2つの面のみを使って最小限の動きを考えます。まず1手目なんですけれども、4通りありますよね。 R か R' か U か U' か、この4通りあるわけですけど、どれにしても本質的には同じことです。なぜかというと、 R に対して例えば R' というのはキューブ全体を傾けて考えれば、鏡写しに反転した動きですよね。今から考えて完成させる動きが比較的簡単で最小限な動きだとすれば、その鏡写しの動きもまた最小限の動きだと思うので、初手をどっちから行くかというのは本質的には関係ありません。では U 面と R 面、この違いはどうかというと、これもまたキューブ全体を傾けて考えれば R と U は容易に入れ替えることが可能なので、どちらから回したとしても本質的には関係ありませんと。なので今回はまずは R を選択することにします。そして次の手を考えるわけですけど、 R' も選択してしまうと何も意味がないので、残り3つ、 R か U か U' か、この3つから選ぶことになります。今干渉部分に一度でも到達したことのあるサブキューブは最初の3つと下にあった2つで合計5つなわけですけど、ここでもう一度 R を選択すると
もともとの3つに加えてプラス3つになってしまいますよね。干渉部分に来るキューブは最小限に抑えたいという話だったはずなので、 R もないということで一旦考えます。すると次に考える手は U か U プライムなわけですけど、どちらの動きを選択したとしても新たに干渉部分に入ってくるキューブというのは2つですよね。何度も言いますが、この干渉部分に到達するサブキューブを最小限に抑えたいという話なので、どちらでも今の基準では大して違いはないだろうということになります。なので指の動きも考えて私は U を選択することにします。3手目を考えるわけですけど、やはり U プライムを選ぶと何も意味がなくて、もう一度ここで U を選んでしまうと干渉部分に到達したことのあるキューブが3つ増えてしまうので、これもまた良くないということで R か R プライムから選ぶわけですけど、もう一度 R をすることについては2点目でさらに干渉部分に到達するキューブを増やしてしまうという話になっているので R プライムを選ぶことにします。 R の後に R プライムをしているので干渉部分に到達したことのないキューブは元に戻っています。同じような考え方で4手目を選択するわけですけど、先ほど U と回しているのでまだ干渉部分に到達していないキューブ、これを元の位置に戻すために R プライムとします。そうすると比較的部分的にですねキューブが何らか入れ替わっているのがわかると思います。数としては 1,2,3,4,5,6,7 つのサブキューブが崩れています。この位置関係というものがどんなものなのか整理すると、最初の状態と R をすることによって干渉部分に入ってくるキューブ、この5つですねと最初の状態と U という動きをすることによって干渉部分に入ってくるキューブ、このキューブを合わせた領域になっています。2つの R と U という動きがあったときに R に対してその後で R プライムとしていて、 U という動きの後に後で U プライムとしているので、初期状態の干渉部分に到達したことのないキューブは当然元に戻っているわけですよね。なので一度でもこの初期状態の干渉部分に到達したことのあるキューブだけが入れ替わることになります。この法則を一般化すると、ある動きによって動くサブキューブ、今ここでは R という動きをすることによって動くサブキューブが 1,2,3,4,5,6,7,8 個ありました。一方で U の面を回すことによって動くキューブ、これも 1,2,3,4,5,6,7,8ということで、もともと3個共通部分としてはかぶっていたんですけれども、最初の共通部分は3つだったんですけど、 R という動きをすることによってこの共通部分に新たに入ってきてしまうキューブ、サブキューブ、これが2つ、 U の側も同様で新たに2つのサブキューブが干渉部分に一度でも到達したことのあるキューブとして追加されてしまうことになります。結果として R、U、R プライム、U プライムとすることによって動いてしまったキューブの数は合計で7つということになっています。このような理由で7点のサブキューブが移動してしまいました。今 R と U、 2つの動きが存在して R、U と進めた後にR プライム、U プライムと、つまり R と U の逆回転をそれぞれしたわけですけど、一般にルービックキューブはどんな動きからでも逆再生ができますよね。例えばこんだけ動かしたとしても逆再生をすれば必ず元に戻ります。何が言いたいかというと、
RU、R'、U'。この動きを7つのサブキューブを同時に動かす1つの動きと考えます。R の場合は8個のキューブが同時に動くと。U の場合も同様で8個のサブキューブが同時に動くという、そういう動きでしたけど、 RU、R'、U' を1つの動きと考えて7つの場所を動かす、そういう一連の動きとして捉えます。 A とでもしておきます。今 A というものは7つのサブキューブを何らか交換する動きです。ではここに何らか別の動きを加えて1点のみが干渉する、こうなった場合を考えましょう。1点のみが干渉しているということは、 A という動きを1回することによって新たにこの干渉部分に入ってくるサブキューブは何らか別の1つのみのはずですよね。 B という動きも仮にいくつのキューブが動いていたとしても、 B という動きをすることによってそこに存在する全てのサブキューブが入れ替わるなら、ここに新たに入ってくるサブキューブは一つのはずですよね。もともと干渉部分にあったものと、それぞれの動きをすることによって新たに干渉部分に到達するもの、このサブキューブのみが入れ替わるという話なので、もしこれが実現できたとしたら3個のみのキューブを入れ替えることができるはずです。キューブを観察してみましょう。今動いてしまっている7つはこの位置ですね。ここである別の動きをして、1点のみが元々の共通部分となるのはどこかというのを考えると、ここじゃないですかね。ここで下の面を90度回すと、下の面が回る場所と7つが動いた場所というのの共通点は、元々の共通点は1個になるので、共通な場所というのは1つになるので、この下を回す動き、下の回し方はダウンという文字の頭文字を取って90度時計回りを D と呼ぶことにします。反時計回りは D' と呼ぶことにします。ここで D を行って、一連の RURU'U', つまりまとめてスモール A とした動きを逆再生します。A' ですね。最後に D' とすると、見事に3点のみが入れ替わることになります。ここまでの動きをまとめてみましょう。 A に対して B を行って、 A' を行って、B' を行う、このような動きですけど、 A というのは RU、R'、U' なので、このように展開されますかね。 B というのは先ほど下の面を時計回りに90度回すこととしたので、これが D ですね。 A' はこれを逆からたどるので、 U' の逆は U で、 R' の逆は R で、U の逆は U'、R の逆は R' ですかね。最後に D の逆なので D' ですね。これが結果としてはコーナーを3点のみ、どのように動いたかを観察すると、こうに動いてるんですかね。このように動かす動きだということが分かりました。 U と D、 U と D についてはどちらから先に回しても同じなので、ここは入れ替え可能であって、ここを DU' とすると、 U' の後に U をするというのは全く意味のない動きなので、結論としては RU、R'、D、R、U', R'、D' ということになります。これがコーナーを3点入れ替える動きです。